ウィリアムズ・ホール・オールド・ミルビルディング・バーモント大学は、バーモント州バーリントン市にキャンパスを置く州立大学、ノーベル賞受賞者、ピューリッツァー賞受賞者などを輩出している。1791年に創立され、ニューイングランドでは5番目に歴史の長い大学である、バーモント州最大都市であるバーリントン市に位置する。バーモントがラテン語で、 緑豊かな山という意味を持つ通り、キャンパスは周辺には、シャンプランコやアディロンダックとグリーン山脈があり、非常に緑に囲まれた大学である。学生数は約12.000人で、州立大学の中では小規模だが、幅広い学科を備えている。そのため、リベラルアーツカレッジのような雰囲気を味わうことができる。200年以上の歴史を持つ建築物も多く、 米国歴史遺産登録のリストに掲載されている建物も少なくない。フィスキーの著書ベストバイズ・イン・カレッジ・エデュケーションでは同大学は10大学園都市に挙げられている。バーモント大学は1791創立の伝統ある中規模州立大学でパブリック・アイビーと称される名門である。7つの学部、すなわち文理学部、経営学部、理数学部、 農学部、教育学部、看護学部、環境学部から成り立っている。100以上の専攻と50の修士課程、22の博士課程がある。主なランキング。ありがとうございます。